はい、どうもパテパス協会でございます。本日はちょっと急いで食べたい。ピンと合わせてくれっかな。豚骨ラーメンバリカタです。1分茹でと、あとご飯ふりかけです。というわけでピントがあった。いただきます。もう急いで食べたい。入ってんのは紅生姜、ニラ、ごまだけ、チャーシューとかそんな入ってません。本当はニンニクすりつぶしに入れたかったけど仕事上無理でした。いただきます。あ、うめえ。なんかね、博多のしんしんとかいうラーメンの青春なんとかって書いてあるかなのラーメンのお土産をいただきました。いただきます。ツルツルする箸やから箸使い大変ですけど、うまい。美味しいです。うめえ。うまっ。豚骨はね、ほんと茹でて、もう茹で上がってすぐ食べないと。本当は替え玉して常に茹でたてで食べたかったけど、そんなやってる時間もないし手間もできないんで、2玉入れちゃいました。うまっ。めっちゃうまい。うまいな。豚骨ラーメン好きやな。まるちゃん製麺のやっぱ俺豚骨買っちゃうもんね。基本はスーパーカップの基本豚骨かな。紅生姜合うわ。豚骨ラーメンって結構他のラーメンより家でのラーメンのと店のラーメンとの差がめちゃくちゃはないような俺は気がするんですけど、気のせいかもしれんけど普通のラーメンとかやったら家で食べるのと店で食べるの全然違うけど、これに関してはラーメン屋の豚骨ラーメンに近い。でも豚骨ラーメン全般に言うけど、店のラーメンに近い気がするわけで、変なとこに入った。うまっ。豚骨ラーメンはこれはバリカタがいいかな。うん。麺ね。なんか粉落としとか湯気とかいろいろそういうマニアックなのがあるみたいやけど、俺はバリカタぐらいがいい。うん、普通に豚骨ラーメンの店行っても替え玉するんで、替え玉してライスは食うんでちょうどいい量。うん。ニラ臭くなっちゃったかな。ニラ臭く。うん。まあ食べました。うん。美味しかったです。というわけで、パテモス協会豚骨ラーメン2玉食べました。ごちそうさまでした。お昼から頑張ります。おい。